ョウソソ、マ病、ソビョ病は、ステンコーグーとも呼ばれ、中国福建省保田市就職の、諏島にあり、海及び、内水の守り女神、マソを祀っている。世界各地にある、マソ病の元祖である。ちなみに、諏島は、福建省の福建市と泉州市の間にある、保田市の沿岸にあり、台湾の大陸側対岸にある。言い伝えによると、諏島、明州島はマソが生まれ、 育ち、難破船を救助するなどして活躍した故郷であり、彼女が天へ登った場所である。北曹の洋広し4年に小さな女紳士が建てられて、これは世界で最も初期の魔祖病である。天聖年間に魔祖祖病の形になり始めた。その後、元、明清時代に多少の浮き沈みがあったが、魔祖祖病はさらに拡張された。しかし、 20世紀後半の文化革命の間に完全に破壊されてしまった。1980年代以降、国内外の信者が祖病を再建するための資金を寄贈し、台湾の信者が最も多く寄付した。既存の建物は基本的に文化革命後に再建された寺院で、現在元々の巣の多くの魔祖像は台湾の鹿、港天皇宮などにある。 マソソビオの敷地は幅99メートル、長さ323メートルのほぼ五角形で、壮大の数々の建築物が再建されている。ありがとうございます。